皆さんこんにちは、岡田克也です。先週の、土曜日、皇室行事に出席をさせていただきました。天皇皇后両陛下の三寿のお祝い、天皇は一昨年、そして皇后は皇后陛下は昨年に三寿をお迎えになりました。そのお祝いということで、三権の長やあるいは大臣の歴代大臣の経験者が、200名ほど呼ばれて、馬術皇室の行事を楽しむ機会をいただきました。一つは打球という、これは競技ですけれども、二手に分かれて、馬に乗った武者が的に球を当てるという、うまい、分かりやすく言うと、ポロに非常に近いもので、発祥は同じだと言われてますが、そういう行事で、素晴らしい馬、普段は大使が着任された時に東京駅から皇居まで運ぶ馬、ケネディ大使、アメリカのケネディ大使が乗られたことでご記憶の方もいらっしゃると思いますが、その馬車を引っ張る馬だそうですが、元気に二手に分かれて、走り回って、そしてその上に人が乗って、球を、バスケットのような形で、バスケットボールのような形で的に当てるというものです。もう一つはホロ引きと言われるもので、これは何と説明したらいいのかちょっと難しいんですけれども、吹き流し、つまり5月の節句の時、一番鯉のぼりの一番上にある、あれのようなものを馬に乗った方がこうそれをつけて走ると、うまく走らないと吹き流しがこう地面についてしまいますけれども、それをあまり馬がこう上下しないようにスピードを出して走るという、そういう技術が問われるものです。全体で1時間ぐらいの お披露目だったわけですけれども、非常にこういう伝統がついているのも日本の素晴らしさだなと改めて感じたところです。天皇皇后両陛下もお元気そうで、暑い中、一緒に、ご参加をいただいたことを、本当に、ありがたく思っております。終わった後茶会ということで、立食のような形だったわけですけれども、多くの元大臣、今は引退された方々にお会いすることができました。結構自民党の存じ上げている OB の方々から安全保障法制について、励ましをいただいたり、もっとしっかりやれというご意見もいただいたりして、従来保守層と言われた方々の中にもやはり相当な懸念があるんだなということを改めて感じました。今日は以上です。